ナマンダブツ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 、この位置により形を表して方便発信と申す御姿を示して、宝蔵ビッグと名乗りたまいて不可思議の大誓願を起こして現れたもう御形をば、世神菩薩は人十方無下光如来と名付け奉りたまえり、この如来を法人と申す、誓願の強引に報いたまえるゆえに法人如来と申すなり、法と申すは種に報いたるなり、この法人より王家等の無量無種の真を表して未人世界に無下の智慧光を放たしめたもうゆえに、人十方無下光仏と申す光にて、形も増しまさず色も増しまさず無明の闇を払い悪業にさえられず、このゆえに無下光と申すなり、無下は触りなしと申す。しかれば阿弥陀仏は光明なり、光明は智慧の形なりと知るべしと、ナマンダブツナマンダブツ。発心の降臨というテーマで、発心ダルマカーヤっていうのはどういったものであるのかっていうことを、何回かお話をしております。有名な定義、親鸞聖人が発心ということをおっしゃるときに有名な定義として、これも何回も申していますが、唯心聖門院の中にこういった言葉が出てまいります。発心は色もなし形も増しまさず、しかれば心も及ばれず言葉も耐えたりっていうね、これは法事さんの極楽無為涅槃外っていう言葉の注釈なんだけれども、の中に出てくるわけですけども、この法事さん、これ禅道大師のお書物ですが、まあオリジナルな形っていったらこう論論中のところから出てくるのであって、でこう法事さんのに惹かれたこの極楽無為涅槃外ということを通して、でこう発心と、そして法人あるいは法弁発心、発祥発心と法弁発心の関係、発心と法人との関係と言うてもいいのでしょうが、その関係についてお話になっている、そこをまあ今ご三代として挙げさせていただいたということです。で今までのことを簡単に振り返っていきますと、このようにして発心というのは色もなし形も増しまさぬ、こう物事の真理であったり真如であったりで、発祥であったり一如であったり実相であったり、そういったふうに、この言われるものでしょうし、それをこう中国的な発想で極楽無為涅槃外っていうね、無為、そうですね、極楽無為涅槃外っていうような言い方で、あるいは次念コムの真無極の体というような言い方で、これ中国的な道教的なあるいは道家的な思想のところから解釈をされていくのがこれ曇鸞大師であって、その曇鸞大師のお考えによって、こう教学の教えの広角を作ってくださったのはこれ親鸞聖人ですから、その曇鸞大師のですね、こう極楽無為涅槃外であったり、次念光無の真無極の体であといった、そういったことから、またこの発心と、法人の関係、を考えていくということも大事なんだろうと、そんなこともお話をし、今日はそれに基づいていくんだけど、しかしその発心というのは基本、真如発祥と言われるようなものであって、それが真如発心の断り、真理、真理の理の字を断りというけれども、これを断りの発心というので理発心という言い方をいたします。そしてそれがそういうふうにして色もなし形も増しまさずっていう理発心、その理発心を悟る知ということになって、理発心、真如発祥を悟る知恵のことを、これを知発心というね、知恵の灯体、知恵のお体ということで、知発心というふうに、ね、知恵の主体を知発心というふうに、表現するところもあると。でその知発心というものを見ていくときに、これ平等という言葉とで、形容されることは大変多い、平等という言葉と関連づけて、
書かれていることは大変多いねっていうことを今まで見てまいったわけです。で、平等ということになりますと、一般には四無量心、慈悲喜捨の四無量心の中の捨の部分が、こう仏心の中、仏心を傷なんていうかね、こう捨の部分が仏教でいうところの平等心っていうのにあたるのでしょう。で、ですから当然親鸞聖人もこの慈悲喜捨のこの四無量心というのを、これを、涅槃行を引かれて、で、この四無量心が、完全な四無量心、大慈大悲大喜大捨って言ってね、仏様の四無量心のことをこれ仏性と言うんだっていう、涅槃行の印文をされまして、涅槃行を引かれまして、で、四無量心の大切さっていうかね、四無量心から平等心が出てくるといいますか、平等ということは四無量心ということと関連付けて説かれているんだけれども、その涅槃行を見ますと、やっぱ涅槃行によって平等ということを語らはるところと、それからもう一つ、論論中のところで平等を語らはるところと二つあるなということを、これ検索かけてみたら見えてくるねっていうことを前回お話をしました。ね、で、前回の複数もうちょっと復習しますと、涅槃行のところで平等というのはどこか、どんなふうに説かれるかといったら、今言いましたし、四無量心のところ、涅槃行に四無量心が惹かれる、ところというか、涅槃行で四無量心が語られるところですね。一回もう一つは親子関係のところで説かれますね。平等心を得るときを一子児と名付けたりでね、この平等心のところにここに発心という作文が出てきますから、平等の平等心、そうですね、平等心、仏様の発心、悟りの地発心というのは平等心、平等なる心というふうに、こう言うことができる。その平等なる心というのは何か、平等心を得るときを一子児と名付けたり、一子児は仏性なりというふうに続いていきますが、一子児は一人子の境地ということです。一人子の境地というのは何かと言いますと、一切の衆生、生きとし生けるものを、誰彼となく分け隔てすることなく、ね、この子はいい子やけどこの子はいらんとか、そういうことではなくて、全ての生きとし生けるもの全体を、一人あの一つ一つの生命を自分のと同じ、自分の一人子であるかのように見てくださる、そういう心のことを一子児と言い、ね、一つ一つの生命を一人ごと見てくださる精神的な境地を一子児と言い、また平等心というふうに申し上げ、それが地方心ということなんですよ。でも地方心いう言葉は使っておられませんけれども、そんなふうにおっしゃってるのは、これ親鸞聖人の見方であるということです。これは涅槃行から出てまいります。で、そして涅槃行の中でさらに、そういうふうにして、一切の衆生を一子児と見ていかれるんだから、だけれども、しかしその中で、例えば7人の子供が、こうね、あるお父さん、あるいはお母さんに7人の子供がいて、それみんな平等でないことはないんやけど、みんな平等に愛するんだけれども、しかしその中で病にかかっている子に、ひとしお愛情を注いでいくっていうね、そこから何て言うかな、全てのものを平等に救おうと思ったら、その一番手のかかるものに一番たくさんエネルギーをかけていかなければ、救って平等に救うことはできませんから、そこからこう悪人正気と言われるような考え方も出てくるのかな。一般には親鸞聖人の著作を見た時には、平等に全てのものを、こう仏にしていくんだっていう、そういう仏様の、お働きをこう平等心というふうに見てくださってるけれども、しかしそんなふうにして平等に全てのものを救おうと思った時には、最も手のかかるものに愛情を注いでいって、大きなエネルギーをかけて救ってくださるのが仏さんの平等ということなんだっていうふうに、涅槃行をもとに説いてくださってるところが見えてまいります。で、昨日のところね、これまでのところをざっくり、こう復習をしますと、そういうことなんだけれども、で、そしたら論論中のところで何が見えるかって言ったら、これは諸法平等であるから、諸法平等であるから発心が等しく、発心が等しいから道が等しい、道が等しいから大慈悲が等しいっていうような、そういった言葉が出てきますように、この諸法が等しいからってね、
つまり、すべてのものが等しいというのは何か言ったら、等しく一如という真理、一つの真理によって貫かれているのが、これ、諸法の全体的な姿であって、一如に貫かれている以上、それは平等なるものであると。諸法が平等であるから、その諸法を平等と見る、そういう知恵によって起こされたのが発心、つまり菩提心であって、その菩提心が等しいから、そして道等しい、悟りが等しいんだっていう、そういう論中の論理ですね。で、諸法が等しい、その諸法が等しいからっていうところ、気になったんで、いろいろと調べてみますが、やっぱりこれから論中、曇鸞大師も親鸞聖人も有識思想に大きな影響を受けているとはとても思えませんけれども、やっぱり千葉浩司先生というね、駒沢女子大の先生かな、その先生の、有識派というか、湯ヶ行学派の、サマチッタ 平等心ですね、あるいは平等性、サマターっていうようなものをテーマにしている論文を何本か読ませていただきましたが、やっぱりその中ではダルマダーツ 北海っていうものに通行するからっていうことが、やっぱり出てきますね。北海、まあ、これを 千葉先生は法の期待というふうに言っておられますけれども、やっぱり全てのものに共通して一如というものが流れており、一如が流れているという点で平等であるということと、まあ似たような論理です。これまた お勧めしたいので、この千葉浩司先生の論文を読んでいただけたらなというふうに思いますけれども。で、そういったことがあって、そして、道等しい、道等しいって書いてありますけれども、道等しいっていうのは、この道っていうのは仏道で、例えば道場言うて言うた時に、道場の道やな、私らの普通の感覚やったら、感覚だと練習する場所が道場なんですけども、だけど仏教ではその練習する場所でなくて、例えばお釈迦様が菩提樹のもとで悟らはった、そこが道場ということやから、これは悟りの場ということです。つまり道というのは悟りそのものということのでもありますね。悟りに連なる道という意味もありますから、修行する道ということで道ということを言う時もありますが、悟りそのものという時があり、この文脈では悟りそのものっていうことだから、この悟りそのものというのが道ということなんだけど、この悟りから、つまり一如より形を表してっていうね、悟りの真理からですね、色もなく形もないような、極楽無為涅槃外であるような、離発心から形を現して、で法蔵菩薩、法蔵比丘と名乗りたまいてってね、ここ普通やったら法蔵菩薩出てきそうなもんなんやけど、有心書の原文が法蔵比丘って書いてあったんで、ここでやっぱ法蔵比丘と言われていますけど、まあ菩薩ですね。で、法蔵菩薩が、現れててくださって、本願を立ててくださってっていうね、こういう論法いうのは、こういう論理、悟りそのものから、色もない形もないし、悟りから、この形があるものが生じてくるっていうことはですね、まあそうですね、曇鸞大師の思想基盤から見た時に、由意識とかそういったものではないことは明らかやから、そしたら何かよって言ったら、これやっぱり道教によってはると思いますね。で、道教から道教からですね、出てきて、道教の道というのは何かやったら、形がないもんや、無為なもんやと。で、姿なく形なく、そして私たちの思議から離れたところにある、無為なる世界から、形のあるものが生じてくる、無から有を生じていくっていう、コムから無を、あの有を生じていく、例えば三言二十九首ね、曇鸞大師の攻略挿入いうところで、法性法身、方便法身という言葉が出てくるんやけど、ここに今今日拝読しました方便法身いう言葉が出てくるんですけど、これは結局何回と言ったら、全く姿の形のない真如法性から、三言二宗九宗と言われるような、
仏様 の、 あの形ある素晴らしい姿、そして、菩薩型の素晴らしい姿、そして、こう浄土の素晴らしい姿、無的な存在、目に見えるような形ある姿が生じてくるというような、それはどうしてなのかということが説かれるところなんだけど、そこで「小発心より方便発心を生ず」というね、これなんでなんでしょうねって、つまり姿形のない悟りの世界からどうしてこう姿形のある姿が出て、姿のあるお浄土が生じてくるのかというのはね、これはなんでなんでしょうねって言った時に、これはやっぱり、まあ曇鸞大師の中からやったのが道教的なもので、これは無から無が生じてくる、公無から、こう形あるものが生じてくる、で、こう論中の方をやったら、それが姿のない法性法身から、方便法身が、つまり三言二十九首が現れてくるっていうことだろうし、この有心性門院のここからやったら、この一如より姿がない、法性法身から、法蔵菩薩として人間の姿として、こう本来悟りの本来真如実相であるようなところから形を表して法蔵菩薩としてで、この世にお出ましになって、そして、まあ、その前振りにもちろん王様であったとか発心して世自在王仏のお弟子さんにならはったという前振りはもちろんあるんだけども、もう真理そのものの世界からそういう人間の姿として現れ出てくださって発心して、で法蔵菩薩となってくださって四十八願を起こしてくださって、でその四十八願の努力の種に報いられて、願と行の努力に報いられて仏さんになってくださったのが阿弥陀さんであって、その阿弥陀さんのことを人事一方無下光如来と申し上げるんだっていうふうに、そんなふうに出てまいりますね。人事一方無下光如来っていうのは、これは全ての空間を超えて、もちろんここには時間ということも、あるわけだけれども、ね、全ての時空を超えまして、でどのような煩悩であっても人事、ここは人事一法 で無月光というのは触りのない光やから、どんなものの煩悩も遮られることなく全てのものを平等に救い取っていく仏さんになってくださった、形を表して形のある姿をとって、その形のある姿をとって、で全てのものを、救い取る仏さんになってくださったということですね。で、そこからですね、さらに今度また、形も増しまさず色も増しまさずという、ここにまた、こうなんて言いますかね、今度またここにこれをどう取るかいうことは問題でしょうけども、やっぱり、こう本体としては発祥発信であり、かつ私がこう申し上げている、この前申し上げてない、こう YouTube の解説のところとか Facebook の解説のところで申しましたように、この発祥発信と方便発信との関係っていうのは、これ結局おのずからしかなる世界から現れて、おのずからしからしめてくださって、そして全てのものをおのずからしかなる世界に誤入させて、悟らせて、そしてまた全てのものを今度はおのずからしからしむる働きに組み入れていくっていう、そういう円環論というかね、それこそ道教「う」と「無」との間であろうし、その「う」から「無」が生じてきて、そして「無」に帰していくっていう、でそのこう発祥発心から方便発心に、方便発心から発祥発心にっていって、こう循環的にみんなを救い取っていくという、そういう救いの構造を私ね、おのずからしかなる世界から、おのずからしからしむる世界が生じてきて、でおのずからしからしむる働きによって、みんながおのずからしかなる、つまり、こう
極楽無為涅槃外というような世界に入っていく、あるいは真如法性の世界に合流していく、入っていく。でそれによってまたその人たちが、こう、おのずから死から締められた方々が今度またおのずから死から締むる働きを、こう、いただいて、で、全てのものをおのずから死かなる世界に合入させていくっていう、悟ら締めていくっていうね、合入というのはちょっとあれですね、おのずから死から締むる世界を悟らせていくというね、そういう、こう働きをここで、こう一如表、一如より、形を表して、そして、法人あるいは 法弁法身という、姿を表して私たちを救う姿になってくださったっていう、そういう構造がここに見えてくるのかなということです。で、そういうところから考えましたときに、この発心ね、ダルマカーヤっていうのはこう色もなく形も増しまさない世界なんで、そこに、それこれさらにそれを悟る知恵ということが出てきて、その悟る知恵のところからこの平等に救い取る平等心というのがこう、出てきて、そしてその平等心のところからこれ救いの仏になっていく、救いの活動層というところでやっぱり道教的な影響も受けているものと思いますが、その道教の考え方からも、から無から無が生じてくる、つまり虚無の世界から救いの姿が現れてくるっていう、そういう、まあ論中師の考え方に基づいて親鸞聖人もまたそれを受けて、そしてこの人十方無碍光如来であるような仏様のこのおのずから死かなる世界からおのずから死から死むる働きが生じてきて、おのずから死から死むる働きによって全ての人が救われていくという構造がここから見えてくるのかなというふうに、私はこういただいております。まあ今日はこれぐらいにしておきます。